高野です。というわけで本日2023年8月18日ということで、待ちに待ったベビーメタルの新曲メタリの配信日でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。というわけで今日はその初日の感想戦、コメント感想戦ということでね、やっていきたいと思いますので、ぜひね皆さんもコメントのほどよろしくお願いいたします。今日はですね、祭りっていうかもう元いメタリですので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、では早速行こうと思うんですが、ベビーメタルのね、コメント感想戦というところでいきますと、ライト&ダークネス以来ということになりますから、もうだから5ヶ月とか6ヶ月ぶり、まあ、相当おじさな感じでね、またこれができることをね非常に、嬉しく思います。この今回ねメタリ、最初結論から言いますと、またベビーメタルは洋曲が生まれてしまったなというようなところでございます。詳しくね喋っていきますけれども、まず、これ8月16日おとといですね、世界初お披露目ということで、こちらがザ・ワン限定のねライブアポカリファアナザーワンにて、2日目ですね、お披露目となったわけでございます。その中でいろいろ SNS とか覗いていきますと、まあ、だいぶヒントが、ね、ありましたね。このメタリどんな曲なのかというところで、事前情報としましては、まあ、ジャケットもね、まあ、見ていただければ分かる通り、まあ、祭りな感じ、和の感じということでね、まあ、日本テイストな、ところが相当フィーチャーされていると、それをベビーメタルがやるということで、まあ、そこから連想していくと、まあ、どんなんかな、あんなんかな、こんなんかなっていうのが、ありましたけれども、まあ、蓋を開けてみて今日ね、日付変わって8月18日速攻聞きましたけども、なるほどそうきたかと、まあ、ある種、まあ、予想通りではありましたし、ある種、まあ、予想をもうはるかに超えてきた、とんでもない曲ね、まあ、ビビメタルの、まあ、のファンの方々、メイトの皆さんからすると、なんじゃこりゃソングがまた、とんでもないのが来たなというところになってきていますけど、まあ、序盤からね、喋っていこうと思いますけど、まずイントロスタートですね、シャミセンでございます。これほどがっつりシャミセンが入ったのは、まあ、メギツネみたいな、まあね、シャミセンフューチャーで、行きまして、まあ、印象的なフレーズですよね。そこからまあ一気にヘビネスになだれ込んでいくというところで、まあ、シャミセンのね、まあ、ものすごくキャッチーかつ、まあ、上物としての、活躍っていうところはもうさることながら、後ろのこのバッキングの、まあ、ギター、まあ、ギター含めたこう全体の音像ですけども、これがもう死ぬほどヘビーでかっこいいですね。これちなみに、まあ、スマホで聴いてる方とかね、今回配信ですから、まあ、CD ないっていうところで、まあ、いろいろ音楽聴く環境皆さんそれぞれあると思いますけども、ぜひね爆音で、なるべく爆音で聴いていただきたいと思います。かっこいいです。爆音であればあるほどかっこいいし、まあ、それすなわちやっぱりこの、ライブで早く見てくれと、ライブで進化を発揮するぞっていうことをね宣言した感じになってくるのかなと思いますけども、まあこのヘビーなところ、まあ、ベース5弦はもちろんですね、まあ、ギターも8弦、9弦 ?9 弦とかあるのわかんないですけども、まあもう少なくとももう6弦じゃもう全く歯が立たないっていうぐらいですね、まあ、ベロンベロンの、そういったまあヘビネスということで、めちゃめちゃかっこいいです。まあ、なのにやっぱそのスマホで聞いたりとか、してもですね、しっかり低音が聞き取れるというか、気持ち悪くない音符になっているところで、今回のね、まあ、アレンジャーとかミックスまで手掛けましたメグメタルさんのやっぱとてつもない、才能なのかなというふうに思いますけど、まあ、そんな感じで、始まりまして、まあ、三味線、合いの手、そして、まあ、バンドサウンドってことで、もうものすごくカオスなね、イントロで、まあ、ここまではもう間違いなく100点満点中120点ですよね。はい、ちなみにサウンドの話っていうところで、今回ねこのメタリフューチャリングトム・モレロさんということで、ね、トム・モレロさんのレイジ・アゲンスト・ザ・マシンのですね、名ギタリストでございますが、このトム・モレロさんに関しましてはもう、ね、ある程度こう全部のネタバレになっちゃいますけども、まあ、ある種、まあ、人によってはねトム・モレロ感全然ないやんけと、トム・モレロの無駄遣いわらわらみたいな感じで、ね、まあ、それはそれでベビーメタルらしくてかっこいいみたいな、面白いみたいな、ところを言ってる人もいて、まあ、確かにっていう部分もあるんですけども、後半ねはっきり言うとこの、メタリ、まあ、J-POP のこの、お手本でいきますとサビね1回しか来ないっていうところで、まあ、これまた挑戦的だなって思いますけども、後半のブロック、
のギターを、そのギターソロっていうかね、キャッチーなフレーズのところ、トム・モレーさんが今回弾いてるかなと思うんですけども、後半は、もうね、スメタさんのボーカルの代わりと言ったらあれですけども、もう後半のブロックの主役ですから、トム・モレーさんのギターはね、ものすごく目立ってるんじゃないかなと思います。そして、ね、そのカオスなイントロが、終わりまして、 A パート B パートってね、どんどん続きますけども、歌唱パートが始まりますね。そこでヘビネスの中にスーメタルさんのですね、ボーカルが入ってくるんですけども、まあその先ほどから言ってるヘビネスな、音頭の中、スーメタルさんのボーカルがですね、抜けがめちゃめちゃいいんです。はい、やはりスーメタルさん、この存在感素晴らしいっていうところですね。その中で歌われるこの歌詞ですね、今回ね、はい、歌詞出てるかどうか分かりませんけども、聞き取れる範囲でいきますと、メタ村祭りのメタ温度ということで、何ですか、もういきなり信号ですね。メタ村ね、我々はメタ村の住人だったんですね。メタル村じゃなくてメタ村、メタバースではなくてメタルバースということで、今回は減らしてきましたけども、メタ村祭りのメタ温度ね、もう分かりますね。ベビーメタルにしか歌えない歌詞でございます。もうで、そのベビーメタルにしか歌えないこの歌詞、今回歌詞っていう部分がものすごくポイントだなっていうふうに思いますので、ここをねだいぶ掘り下げて喋っていきたいなと思いますが、前編通してですね、まあ、ピーヒャラピーヒャラとかね、B パートになってくると、それそれそれどっこいしょとかね、サビ終わりでいきますと、わっしょいわっしょいの連呼でございます。はい、もう皆さん SNS 上でも、これどうやって訳すんでしょうねみたいなことで、まあ、心配されている方いらっしゃると思います。確かにこうね、もうそれそれそれどっこいしょ、わっしょい、ピーヒャラピーヒャラに至っては、じゃあ何ですかこれ、まあ、他の国の言葉に変換できないけれども、じゃあ逆にね、まあ、日本人でもようわかる、なんかこれ説明してくださいって言われたら、まあ、説明できないですよね。どっこいしょって何ですかって言うと、なんかもう掛け声、わっしょいって何ですかって言ったら、まあ、なんか祭りっぽい感じよねっていうところで、まあ、なかなか言語化できる人はいないと思いますけども、逆にね、まあ、日本人にしか 100% こう楽曲を楽しめないと言っても過言ではないですね。ここが一番のポイントなんじゃないかなと思います。はい、つまり今回ですね、まあ私もね、最初高野もですね、まあ、今回の新曲っていうのはベビーメタルの、まあ、新生ベビーメタルですよ。スーメタルさん、モアメタルさん、そしてモモメタルさんねが入った新しいベビーメタルの一発目の曲、オリジナル楽曲っていうことで、ものすごい、意味性、必然性っていうところを、すごく期待してというかね、感じていましたし、あとはもう前作っていうかアルバムでね、The Other One 出ましたけども、こちらで、The Other One の中でベビーメタルは2022年のその世界のサウンドっていうのをきちんとこう、フォーマットとして取り入れたっていうところもあって、まあ、いろいろこう勘ぐりますよね。次なる一手っていうのはどういうサウンドで、どういう楽曲でっていうところをすべて、シャラクセと。うるせえというところでベビーメタル突っ張れたわけですよ。そういうところですね、根源的なところで、まあ、音楽、そしてまあ弾いてはメタルするっていうところに、立ち返った、そういった楽曲がこの、メタリ、この楽曲の歌詞、からね、分かることなんじゃないかなと思います。そもそも今回のこのモチーフですね、まあ、和というか、まあ、祭りっていう部分ですよね。これ言い換えると、儀式ですよね、まあ、太古からあるこの儀式っていうところに関して、要は神を下ろすというところに関して、音楽っていうものは常に昔からあったということで、まあ、ここに関してはですね、実は私結構勉強してるというか、まあ、造形があるというか、自分で言っちゃうとあれなんですけども、だいぶね、すごく音楽の原点的な部分ですから、すごくね、好きで調べたりとか勉強したりとかってしてる部分なんですが、要はこの宗教的な意味合いですよね、こう神を下ろすというところに関して、その一定のリズムね、これで BPM みたいな話が出てくるんですけども、一定のリズムを刻みながらひたすら同じ音とかね、繰り重ねていって、その中で永遠に輪になって踊ると、火を囲みながらね、みたいなイメージあるやつ、儀式、これによって、まあ、人間っていうのがこう疲れとか、そういったなんか永遠同じ音を聞き続けることによって、まあ、幻覚を見るというところで、まあ、トランス状態になるね、お薬的な、ね、ものが好きな人はこうやっぱトランス音楽聴いたりとかね、
デンティグルーヴみたいなさ、ああいうこう曲を聴いたりするみたいなのあるんですか。であのデビルマンをね、デビルマンを下ろすときにあのパクラブみたいなところに行ってましたけど、ああいうもんでこうやっぱこう人間的にこう同じリズムで、意味のない言葉を発しながらひたすら踊り続ける、でみんなで踊り続けるっていうところはやっぱこう DNA として人間古代からずっとこう吸い込まれているもので、それを今回このメタリで、まあ、3分20何秒ね、ですけども、そこを体現しようとしたんじゃないかっていうところで、ごめんなさいちょっとわけわかんない話になってきちゃってますけども、つまり、まあ、祭りをベビーメタルがメタルの、ね、代表として昇華したもの、これがメタリだと、祭りメタルメタリだと、その理だったんだということが今回楽曲を聴いてもらえると皆さんもう DNA レベルで感じられたかなと思いますけども、このメタリね、しっくりきましたね。最初メタリ何言ってんのかなと思いましたけど、楽曲聴いて、あなるほど、この曲はもうメタリというタイトル以外つけらんねえなっていうことが皆さん理解できたと思います。またこの世界に新しい概念を作ってしまったベビーメタルということですよね。はい、ただですよ、意味などいらないと、踊れと騒げというね、ベビーメタルさんの、メッセージ、ね、どんなこの踊りが、振り付けがダンスが繰り広げられたのかっていうところもね、早く見たいなと思います。でこの後9時にですね、MV の方も発表されるんで、そこ楽しみだなというふうに思いますけども、ただですよ、私タカのこのタカのゼミということでね、長年やらせていただいておりますんで、意味性やっぱり欲しい、必然性っていう意味を自分の中で見出したい、やらせてください。ここからがヘリクツ、りょうちゃんのですね、タイムになってきますけれども、まずこのメタリ、クレジットがもうすでに発表されております。今日ツイッターの方でね、クレジットを知りたいということでいろいろ教えて、くださってありがとうございます。助かりました。はい、作詞がですね、メタル2期ということです。この辺に関してもちょっとわけわかんないですね。おそらくコバメタルさんなんじゃないのかなと思いますけども、どうなんでしょうね。まあ、いずれにしてもあの楽曲の歌詞の中でも、2期、2期っていう言葉が出てきていまして、正直ここに関しては2期とか2期っていうのは自分、まあ、おじさんかも、おじさんだっていうところもありますけど、あんまりこうポジティブな使われ方をしてない言葉だったりするので、ちょっとどうかなとか思いつつも、まあ、時代をねちゃんと今回パッケージしてるなというふうに思いますけども、まあ、作詞がメタル日記さんということで、この後ですね、楽曲です。作曲がですね、リューメタルさんとノリメタルさんです。ここですね。はい、まずリューメタルさん、おそらく察するに、まあ、メインコンポーザーに今回なってくるのかなと思いますけども、前作ね、G アザーワンで大活躍されておりました、まあ、メタリズムのね作詞作曲とか、ミラミラとかいろいろね、名曲作られている方です。そして、共作されているもう一人の方がノリメタルさんということで、こちらがノリゾーさんですね。またの名をノリゾーメタルさんということで、ファースト、まあ、最初の楽曲ですね、ベビーメタルね、ドキドキモーニングの作曲家の方でございます。はい、こういうことです。ここに私は意味性を見出しました。つまりこうワンピースの1巻と61巻のように、ね、伝わる方にしか伝わらないと思いますけど、ベビーメタルの始まりの楽曲ドキドキモーニングから新生ベビーメタルになって、またノリゾーさんの力を借りてですね、メタリここで仕切り直すんだという、似てるけど何か違う、ただなんじゃこりゃというですね、あの衝撃をもう一度リバイバルするっていう、焼き直すというか、まあ、作り直す、新たな次元で作り直すっていう、そういったここにですね、このノリゾーメタルさん、ノリメタルさんの部分に今回高野はですね、ロマンと意味性を感じました。ありがとうございます。そしてアレンジはですね、メグメタルさんということで、私大好きメグメタルさんでございます。シンコペーション、ディストーション、パパヤなどなどのですね、アレンジなどなど、やられておりますメグメタルさんということで、まあ、ユーメタルさんね、ノリメタルさん、メグメタルさんということで、もう本当に、ベビーメタルの一つのベクトルのですね、作曲家アレンジャーさんの 方を、まとめまして、もうこれ以上ないという布陣で今回、お送りしております。まあ、おそらくノリゾーメタルさんね、マキシマムダホルモンなんかと、深い結びつきがありますし、その、ホルモンのね、2号店とかの、ミックスなんかをね、メグメタルさん、やられたりしてます。アレンジとか
されてますということで、まあ、こういったところも含めてあの流れ組んでるんじゃないかなと思いますけども、まあ、本当にねこれクレジット見てるだけで、まあ、クレジット語るだけでもご飯3杯食べられるってぐらい今回めちゃめちゃ面白かったですね。もうすごくこう歴史とかいろんなものをこう関連性付けて、面白いなというふうに思いました。そんでやっぱその楽曲ね、最高ですし、まだまだねあの今回初日っていうことで、どこまで深掘りできてるか分からないです。まあ、まだまだあの喋りたいことたくさんあります。途中のね何ですかね、三重の部分であったりとか、工場の部分であったりとか、スメタルさんのね、ボイシングのねちょっとしたこう技術的な部分とかも、語りたいですが、その辺はねあのコメントの皆さんに任せながらというところで、はい、いずれにしてもですねこれはまたベビーメタル史に残るとんでもない、楽曲かなというふうに思います。このメタリね非常に懐の深い曲だというふうに、思います。もう本当1曲目にやっても上がりますし、まあ、シーンチェンジの、ね、中盤でもいいでしょうし、この間ね8月16日のようにラストでもいけちゃうぐらいですね。でかつそのお祭りとかねいうところも含めても 時代すらですね超越するような楽曲だと思います。100年を聴いても全員で踊れるようなそういったもうメタルのね新しいあの名曲が生まれたんじゃないかなというふうに思いますし、そしてこの、楽曲メタリをですね今後このライブを通してさらに完成に向かっていくんだというふうに思うと震えますね。はい、もうベビーメタルとこのメタリのですね今後っていうのをですねさらにライブで我々も一緒にこう育てさせてもらって一緒にこう完成を、見ていこうというところでね引き続き、楽しませていただこうと思います。というわけで今回はですね、ベビーメタル新曲メタリのコメント感想戦ということでやらせていただきました。今回も最後までご視聴ありがとうございます。また別の動画でお会いいたしましょう。